レッスン5です。マスタードで数学解くのに便利ですよっていうシリーズの2回目です。途中でも言いましたけども、電気回路の3層交流というので、A 層と B 層の間が 200V ですよと。それを線間電圧といったときに、線間電圧は 200V ですよと。いってな感じで、日本語が使えると。もうイタリックになったんで、これは変数名だなと。上から200で、単位はボルトと。で、送電圧は、線間電圧をルート3で割って、6分のパイラージャンを起こらせたもんですよってことが、まあ、4年生ぐらいの電気回路に習うんで、そのことを式で書くと、こういう電圧の、複素数の電圧になることがわかります。で、複素数とか、もちろん使えるよと。まあ、i か j で、ここがイタリックでなくなっとったら、マスカドはこれを複素数の言わずにパートと認識しとるよということであります。で、複素数は a プラス b かける 1i、もしくは j でもいいですよというふうにしてできるよと。で、大きさや角度を求めるやつもあるので、ここにこれがあるんで、これもクリックしてみると、今言っとることの説明とかがちょこちょこっとこの辺に加わっとったりします。まあ、ここ行きましょう。R が4オームで、リアクタンスというやつが3オームで、これ上向きのやつですよと。で、横向きに4で、上向きに3と。複素数だと4プラス J 3オームだけど、まあ、マスカットだけど、イマジナリパートの I なんで I 3と。電気回路は I は電流なんで J のを使うというだけで、マスカットではどっちでも OK です。例えばここ J 使ってます。4プラス 3J ってやると、これと同じことで、大きさが5で、角度は30度では起こらないと思いますけども、大きさ5で角度30度と。こんなような書き方があるよということです。で、こっちに4と3なんで、リアルパートとイマジナリパートになるように、これに 1i をかけてやると、イマジナリパートになって、複素数になったよと。で、この z の大きさは5で、角度は0.644ラジアンで、デクって書くと、それは36.87度ですよ、と。これがわかると。いいとこわかったんで、このシータはこの0.644ラジアンの定義されているので、5オームで角度はシータですよっていうふうにしてやると、その Z をイコールってしてやると、大きさと角度がわかったので、リアルパートとイマジナリパートを、これとこれから計算してくれると。で、4が取り出したかったら、リアルパートってやると4。3が取り出したかったら、イマジナリパートってやると3というふうにやってくれると。いったことで、複素数と非常に教科書で習った通りに書けば答えを出してくれるということがわかります。インピーダンスの大きさと角度を求めようと。まあ、ここに Z があるので、大きさは4対3対5。角度は、この0.644ラジアンということです。それから、アークサインの0.6が0.644だとすると、アークコサインの0.8も0.644ということで、サインとコサインの シータを使った関係のやつがあります。つまり、アークタンジェントの読む差も0.644と。で、サインとコサインとタンジェントのシータの関係が、3対4対5の直角三角形と。ことが4と3で5という形でわかります。Z、ここにあるんだけども、大きさは5で、シータは0.64と分かったんだけども、それを求めようと書いてあるので、ここをクリックして、イコール。ここをクリックして、イコールと。で、おしまいです。で、もう一個の作戦は、シンボリックに解いてみると。シンボリックに解いてみると。そうすると、もうそのままなんで、
これは面白くないと。角度はイコールの方がいいみたいです。というふうに、イコールやるときとシンボルでやるのをやってみると、なんとも違いが、違うんじゃないかわかると思います。これも、三層交流で出てくる、1の3乗根の A というのです。2乗するとこれになって3乗すると1になるよ、と。いうことなんで、よってやってみたいと思います。 A の2乗はイコールってやると、まあこういう形です。で、矢印でシンボリックにやると、まあ当たり前というか、これを2乗するだけです。で、3乗も矢印でやると3乗するだけなんで、矢印でやったって面白くないときはイコールでやると、シンボリックエンジンなしに、数値計算エンジンが働いて、こうなると。ただし、ここで、ここに10のマイナス16乗というゴミがつきます。演算すると15桁が標準なんで、16桁目に、まあ、に近した誤差みたいなのが、デジタル化した誤差みたいなのが入っているので、これは数式というところの十進表記というのを使うと、正しく消せることがわかります。さっきこれはやったと。それから、こいつのリアルパートがマイナス 0.5、イマジナリーパートが2分のルート3、大きさが1、角度は120度。で、矢印でやると大きさは1、角度は3分の2倍ラジアンというふうにうまく出てます。じゃあ、事情はどうかっていうと、A の事情も、まあ、全部シンボリックでやってみましょうかと、このまま、先の通りと。それから、その大きさはっていうと、これは1と。だから2乗しても大きさは1で、角度はどうなるかなって思ってやってみると、プラスがマイナスになったんですけども、まあ120度が240度で倍になったということであります。で、3乗してみると、まあここはあまり面白くないけども、こっちの方はちゃんと、Z1 なんで、これも変えただけか。両方とも面白くなかったので、ここはイコールだ。ここもイコールだと。そうするとこっちはいいけど、これちょっとゴミがあるので、ゴミがあるやつは、書式設定で受信数としてやると、ゴミの部分は消えるので、本来求めた値になります。これも矢印でやると、これはちゃんと0だと、綺麗なやつになりましたという形であります。はい、以上です。